皆さんこんにちは。今月も噂のさやびず通信の時間になりました。9月になりましたけど、まだまだ暑い日が続きますね。実は狭山に軽井沢のような爽やかな避暑地があるのを皆さんご存知でしょうか。今日はそちらからお送りしたいと思います。ではご紹介させていただきます。今月のゲストです。エルローズガーデン管理責任者の秋吉陽子さんです。秋吉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。秋吉さん、すごいお庭ですね。ありがとうございます。まずはちょっとね、狭山市内でもご存知ない方いらっしゃると思いますけども、はい、エルローズガーデンさん、はい、こちらお庭をね開放されてると聞いたんですよ。いつ頃からこういったことされてるんですか。そうですね、8年前から、はい、お庭を作り始めて、お庭を一般公開するのが4年前からです。4年前から、はいはい、まあ、でもやっぱり8年もかけてこれだけのね、はい、お花を育てられたんだなと思うとすごいなと思う一言ですね、はい、お庭もぜひちょっと皆さん直で来ていただきたいんですけれども、実際今お花はどれぐらい種類があるんですか。そうですね、まあ、バラだけでだいたい400本ちょっと以上あるかなって感じ。うわ、はい、まあ、お名前の通りね、はい、エルローズガーデンさんですので、はい、バラがやはり主体ということですよね。ちなみにどうしてこういったこうお庭を皆さんに開放しようと思われたんですか。そうですね、自分一人だけではなく、まあ、近所の方とか狭山市の方、まあ、できれば県外の方とかお花が好きな方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひここでお茶を飲みながらくつろいでいただけたら嬉しいかなと思いまして、オープンするようにいたしました。ありがとうございます、はい、今はねちょうど春バラと秋バラの途中のシーズンなので、はい、今ね少し咲いてるバラもありますけれども、どちらかというとこうグリーンのね、気持ちよさが際立ってますが、はい、お写真とかも多分紹介されると思うんですけれども、はい、すごいんですよバラが春、ね、はい、実際どれぐらい今年はお客様いらっしゃったんですか。はい、今年は700人ぐらい来ていただいてもう私もちょっとびっくりしてますうわ、でもそれこそさっきおっしゃったようにもう県外とかもいらっしゃる、はい、そうですね、来てくださったお客様がのお友達が例えば県外にいて、その方がお花が好きだからって紹介してくださって、わざわざ千葉とか都内からとかお客様がね結構来てくださったんで、もう本当に幸せに思ってます。うわ、素晴らしいですねもうまずはねもうすでに有名になっている春の、ね、ガーデン、バラのガーデン、ぜひ皆さんにも来ていただきたいわけですけれども、今ね9月始まって、まあ、とはいってもまだ夏らしい ね、 そうですね、時期ですけれども、はい、今は今ですごいここ風が通って気持ちいいですね。そうなんです、もうこの木陰の下で本当にコーヒーを飲んで、もう話がこう尽きないぐらい気持ちがいいと思う場所なので、ぜひお越しいただけたらありがたいです、はい、ちょっとねこう今収録しているのが2時台なんですけど、一番暑い時期ではあるんですけど、本当に風とあと木陰で気持ちよく、はい、収録させていただいています。今お席ねこちら今使わせていただいているのを含めて後ろにも見えますけど、全部でどれくらいあるんですか。そうですね、10席ぐらいはあります。まあそれかける、まあ、20人か30人ぐらいは、うんうん、テーブルを囲めることができると思いますので、ぜひお越しください。はい、なるほど。でも本当にご夫婦お友達あとはね、はい、少しちょっとこう女子会ではないですけど ね、 複数人でもいいかもしれないですね、はい、今お飲み物のご案内ありましたけれども、はい、通常だとお飲み物とケーキがセットでついてくるんですか。春は、うん、入園料と、はい、ケーキコーヒーセットで、はい、入園料いただいてます、はい、まあ、お庭に、ね、こう入場して気持ちよさを感じていただくっていうのも一つですし、はい、あとご希望があればそこにお飲み物とかケーキとか、はい、そういったものも注文できるということで、いろんな楽しみ方ができそうですね。はい、ありがとうございます。でついに9月末から秋バラのシーズンがやってくるということで、はいはい、今年暑いですけどどうですか。そうですね、ちょっと花が遅れてるかなって感じですね。ガーデンのオープン自体はいつからになるんですか、秋のシーズンは。はい、9月の24日からオープンになっております、はい、24日もうすぐですね、あと3週間ぐらいかな、はいはい、で
ぜひ来てほしいんですが、なんとこの秋のシーズンから、はいね、ちょっと皆さん気になってもると思いますけど、新しいサービスが始まるということで、はい、これはどんな、はい、モーニングセットを用意するようになりました。ただ事前予約が必要ですので、ホームページの方を見ていただけたらありがたいです。はい、ありがとうございます。モーニングということは朝何時頃からなんですか？はい、8時から、はい、始めます。8時から、はいはい、これまずホットサンド、はい、厚切りのベーコンとチーズと卵となっております。はい、ボリューミーでございます。はい、ちょっと気になってるんですけど、ここにねポテト、はい、これはなんか実家製ですか？そうなんです。夏にお芋を掘り起こして、収穫したジャガイモを利用使っておりますので、ご堪能ください。はい、なんとジャガイモから作られているポテトということで、そしてコーヒーがついて、はい、これでセットでおいくらになりますか？はい、入園料込みで1300円になっております。はい、ではホットサンドいただきたいと思います。本当にベーコン熱いですね。でチーズとあとマスタード、うんうん、まず厚切りベーコンの香ばしさがふわっときます。でマスタードがですね、まあ、辛い人苦手でも苦手な方でも全然美味しく食べられる、適度にマスタードがこうねポイントになっていて、あと何よりチーズがこれすごいこってりしてて、香ばしさにさらにこう味にコクを持たせているというかですね、どんどん次食べたくなる食をそそる味になっております。はい、ポテトもいただきたいと思います。これね、先ほどお話ありましたけれども、じゃがいも畑で採れたものでローズマリーついてますね。これいただきたいと思います。あ、サクサク、うん、なんかこう揚げたカリカリではなくて、本当にジャガイモの食感がちょうどよく残っているサクサク感がとても心地いいですね。うん、味付けもこれまた食が進む、あ、今ローズマリー来ました。後からふわっとこうふわっと香りが来る。うん、ホットサンドってね、結構朝召し上がる方多いと思うんですけども、通常のサンドイッチよりもちょっとこうね香ばしいから食べやすいのと、そうですね、あと朝からですね、こんな贅沢なものですね、こんな爽やかな空間で食べられるってこれがやっぱり最高ですね。まさに贅沢。この快適な空間と朝のゆったりしたね時間と、はい、そしてお腹いっぱいの美味しいモーニングということで、はい、ぜひ秋バラの時期まもなく始まりますので、皆さん来ていただければなと思います。詳細はねホームページ案内が出てると思いますし、あとエルローズガーデンというふうにGoogle で調べていただくと大体一番上にね上がってきますので、はいはい、どちらかから詳細ご確認いただければと思います。はい、ということで、今月はですねもうまさにですね緑と風と花の空間で贅沢な時間をということで、まあ、秋からね新しくモーニングが始まりますけれども、朝の少しちょっとね涼しくなってきた20度ぐらいですかね、20度から20度半ばぐらいのちょうどいいこの時間のゆったりした朝のモーニング、そして今昼の時間も本当に風が通っていって、まるで軽井沢にいるかのような爽やかな空間がありますので、避暑地に行かなくても狭山で楽しめますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。では秋吉さん、はい、最後にテレビをご覧の皆さんに一言お願いいたします。はいはい、爽やかな風を感じながら朝のモーニングをぜひお召し上がりにいらしてください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、皆さんぜひホームページチェックして狭山の軽井沢楽しんでいただければと思います。今月のゲスト、エルローズガーデン管理責任者の秋吉陽子さんでした。秋吉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。